こんにちは、柴田です。今回はギターの鳴らし比べなんですけれども、この間ですね、 YouTube で非常に興味深いですね、動画を拝見させていただきまして、そのとある動画の中でピックアップがですね、音を決定しているわけではない、とギターのサウンドはネックとボディで8割決まるという風な感じの動画でした。まあ要するにピックアップっていうのはマイクなんですけれども、まあよくあるカラオケとかのマイク、そのマイクを通しても人それぞれ声って違いますよね。ピックアップというのはそのマイクに相応するものなので、個人個人の声自体が反映されて、それを増幅しているだけという風な捉え方なんです。なので大事なのはネック7割、ボディ1割、そしてピックアップ1割、その他1割と。これはですね、フェンダーを検証した結果、そういったことをおっしゃっている方も実際にいるそうです。例えばボディだったり、ネックだったり、ピックアップだったり、古いものや新しいもの、いろいろこうごちゃごちゃですね、組み替えながらサウンドチェックをしたらしいんですよ。そしたらギターの音っていうのはですね、ネックが非常に重要だと。ネック7割ですよ。そしてボディ1割。まあ要はですね、マテリアル、木材、ウッドスペックでギターのサウンドは大きく変わってくるということなんです。というわけで今回はこの2本を鳴らし比べるんですけれども、ピックアップはですね、スラッシュモデル、ガンズ&ローゼスのスラッシュモデルでアルニコ2が乗っかっております。ピックアップは同じで、ボディはマホガニー、そしてレスポールの方はトップにメイプル。ギターの形が違うけどピックアップは同じ。それを鳴らし比べた時にどれぐらいの音の違い、サウンドに違いが出るかっていうのを検証してみたいと思います。Okay.